日本航空のプレミアムエコノミークラススカイマークの国内線上級クラスグリップ、運賃、座席の座り心地、サービス水準なども両クラスの中間程度となる。エバー航空が1991年に導入したのが講師とされる。ビジネスクラスの各種サービスの充実が進められた結果、ビジネスクラスとエコノミークラスのサービス内容に差が、 つきすぎてしまったため、各社が中長距離便において導入していった。運賃に関しては、エコノミー正規運賃か、それに準ずる運賃でないと利用できないものから、割引運賃でも多少の差額を支払うことによって、利用可能なものまで様々な取り扱いがある。座席に関しては、日本航空やブリティッシュエアウェイズなどのように専用のシートを開発し、 専用のコンパートメント内で提供するものや、旧式のビジネスクラス座席を流用するものから、ユナイテッド航空やスカンジナビア航空などのように、エコノミークラスと同等の座席で前後間隔を多少広げただけの方法で、エコノミークラスと差別化されたものなど、航空会社によって様々なサービスが存在している。多くの場合、座席前後幅は100センチメートル前後となっており、鉄道車両における、 有料特急の普通席や首都圏普通列車グリーン席と同等の居住性を確保している。また、一部のビジネス客重視路線においては、ビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスのみとしている、路線もある国際線での導入が中心であるが、国内線においても一部の航空会社で同等のクラスが設定されている。 日本国内においては、日本エアシステムが国内線にボーイング777を導入した際に、同義材に限りエコノミークラスとスーパーシートの中間にあたるミドルクラスとして、レインボーシートを設定しており、1000円の追加料金で広いピッチの座席やボーナスマイルといったサービスが付帯されていた。日本航空では、エコノミークラスと国内線ファーストクラスの間のミドルクラスとして、 クラス J と称する座席,座席の広い上級クラスを提供しており、エコノミークラスの料金2000円の追加料金で、シートピッチの広い座席に加えて、マイル積算率が大きくなるサービスを設定している。スカイマークは2014年6月から2015年1月まで運行していたエアバス A330 型機の座席を、全席プレミアムエコノミー相当の上級クラスとしていた、なお、 スカイマークは座席以外のサービス基準は国内線エコノミークラスと同等である。機内食についてはエコノミークラスと同等の場合が多いがシャンパンや軽食などの提供で差をつけている会社も多い。また空港ラウンジの使用や特設カウンターの提供、機内アメニティの提供を行うケースもある。登場から10年以上が経過し、当初は 初期のビジネスクラス同様座席程度の違いでしかなかったものが座席幅の拡大や座席間隔の拡大、ソフトサービスの拡充、果てはニュージーランド航空のように座席配置そのものに大幅な変更を加えすべての座席が通路または窓側に来るように配置するなどそのサービス面はかつてのビジネスクラス同様年々拡充傾向にある。基本運賃番号は 航空会社にもよるが W, O, T などが割り当てられる。エコノミーと同じ Y を利用する場合もある。エコノミークラスとの違いは以下のようなものが挙げられる。ただし、航空会社によってサービスは大きく異なる。航空会社によってはエコノミークラス全体をプレミアムエコノミーとすることもある。例えば、ユナイテッド航空ではボーイング757から200型機運用の 大陸横断便のエコノミークラスはすべてプレミアムエコノミーとして運用した。2012年10月より、キャセイパシフィック航空が現地の GOD ブランドと共同でプレミアムエコノミー客向けの小間物入れを配布している。一つ一つつなげられるようになっていて、集めて飾ることもできるようになっている。初版は、木と運がテーマで、それぞれ中国の神々が機内でくつろぐ様子と、 海運を表す雲があしらってある。プラスチックは90%再生原料。歯ブラシはコーンスターチとセルロースを利用した環境負荷の少ないものが使われている。ありがとうございます。